こんにちは、伊庭です。声聞こえますか？始まってる？大丈夫？じゃあ始めます。今日は久しぶりの配信なので、結構緊張しています。久保さんのにちゃちゃを入れるとか、そういうのはだいぶやってたんですけれども、自分で配信というのは久しぶりなので、慣れたネタの、もう一回やることにしたんですが、実際のところ、結構緊張してます。あとニコニコライブエンコーダーが結構落ちたりするので、結構怖いところがありますが、頑張ってやりたいと思います。それで、今日のテーマなんですけれども、まずメインテーマは実は MCMC とは何でないのかというところを喋りたいと思います。なんかもうのっけからすごいネガティブなんですけれど、何であるのかっていうことは、結構、本とかに出てるので、何でないのかってすごい誤解されてる人が多いと思うし、あんまり聞くこともないと思うので、そこをメインにやりたいと思います。と言っても、もちろん何であるのかも話しますし、普通に本に出てることも90分に収まるように解説したいと思うので、ご心配なく。で、まず、声の大きさこれでいいですか？はい、じゃあお願いやります。まず、何でないのかっていうことなんですけれども、よく昔講座とかやった時に、一番来て、これはちょっと困ると思ったのは、なんか MCMC っていう方法を勉強すると、いきなり、データ解析ができちゃうと、なんかそう思ってる方が、いるんですね。それで、でもそれはそうじゃなくて、MCMC というのは計算アルゴリズム、確率分布からサンプルを取り出す方法なので、それまでに一生懸命モデルをつ、データを眺めてモデルを作ってフォーミュレーションをしないと、できないんです。で、最近はだんだん誤解も減ってきたかもしれないんですけれども、結構そういうふうにいきなり MCMC に、だけ勉強するっていう人が出ればできるかなと思ってる人がいるみたいで、そこのところはすごい気になってるんです。で、まあ、MCMC だけ勉強するのは、まあ、ある意味水道の蛇口をつけて、配管をしないのと同じなんですね。じゃあ、内容の話に行きます。おいしょ。で、まず、MCMC というのはマルコフ連鎖モンテカルロ法なんですが、ただのモンテカルロ法というのは何かと。まあ、ご存知の方も多いと思うんですが、その話をします。で、普通のモンテカルロで一番有名なのは π を計算するというやつで、こうやって四角で、灰色のこういう円のところをこう四角で覆って、この中にポツ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 砂粒でも何でもいいか落としていくんですね。まあ、実際に砂をまくんでなは均等にまけないので、一様にまくには、まあ計算機の中でやる方がいいわけですけど、そうやってポツ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 こう落としていくと。それでこの中に入った個数を勘定すると。そうすると、π の値とかが、出ると。私が、大学入った頃はまだ PC8001 とか、なんかそんなのが、盛況にあったので、とかで売ってたんですが、自分では買わないので、それにこのプログラム5、6行でできるので入れて、で3.14どこまでいくかなとか見るんですが、3.16とかそんぐらいまでいくのね。でも、その後なかなか4にならなかったりして、その先は難しくて、まあ、スイッチ切って帰っちゃうんですけど、なんかそんなことをやってました。そうです。半径の中に入った個数を数えるということですね。それから π を出すっていうのは、円の面積が πr の2乗、だということを使えば、できますよね。そういうことです。まあ、これが一番簡単な例なんですけど、普通はこれで話終わって、円の面積を乱数で求まるなんて面白いですねって言って終わるんですけど、高次元ではどうかってことはあんまり言わないですよね。でも、統計モデリングとかベーズとか、あるいは統計物理でもそうなんですけど、変数の数ってすごい多いわけですね。ベーズ統計だと未知パラメータがみんな変数になるんで、数は結構増えますよね。そうしますと、それはまあ多変量と言ってもいいんですけど、高次元って言っても、この例だと言えば高次元に当たるわけですね。そうすると、どんどん難しくなると。で、今の一番簡単な例でそれを考えると、じゃあ Q の体積を求めるにはどうするかと。
で球をこう接する立方体で包んで同じように乱数で発生させたら、4次元球であれば4次元体積、4次元超体積というのかもしれないけど、そういうのが求まると、まあ、まず3次元にしたら体積が求まる、4次元球だったら4次元体積、100次元球なら100次元体積とか全部同じようにできるだろうなと思うんですけど、できないんですよ。ところ途中でどんどん難しくなってダメになっちゃうんですね。でこれあのプログラム書くのすごい簡単なんで、1回やってみるとだいたい10次元ぐらい、もうちょっと前かな、でなんか劇的にダメになっていくんですね。そこら辺は1回体験してみるといいと思います。で理屈は簡単で、 N 次元球の体積というのを、こう式で書くとなんかこんな公式があるんですね。そうするとこれが半径1の N 次元の球の体積です。そうすると周りを囲んでいる、直方体というか立方体だ、超立方体、 N 次元立方体の体積は2の N 乗なので、なんか割り算するとこういう比率になるんですが、実はこれ次のスライドでもうちょっと説明しますけど、 N が大きいときは、ラージ N が大きいときはどんどん0に行っちゃうんですね。ですから0に行っちゃうってことはどういうことかっていうと、何回砂粒をばらまいても、均等に直方体の中にばらまいていたら当たらないと、球のところに当たんなくて、たまに1個当たったら1で当たんないと0みたいな、そういうことになってしまうので、それだったら全然あの精度よく、体積なんか求まんないですよね。まあ、あの実はこんな公式は全くいらないんですけれど、なんか見てるとちょっと気になってくる人もいて、こんな式だったのかとか思う人もいて、なんか半整数の階乗なんて見たことないぞって、これは実はガンマ関数、上の式ではガンマになってるんですけど、でこの行為ではいらないんですけど、あの解析概論にすごい綺麗なガンマ関数の話が出てるので、まあこれはアルチンって人のの、参考にしたって高木先生が書いてますけど、なんか好きな人は見ておくといいかもしれないです。でもまあ実はいらなくて、この話では、答えだけ分かればいいんですけども、分子の方どうなってるかなって見ると左側みたいになってるんですね。これも実は、なんとなく気になる話で、2次元では 2πr の2ですから、 r が1だと2なんですけど、 πr の2乗で r が1だと π で、3分の 4πr の3乗、ここまでは中学とかで習うんですけど、 r が1だと3分の4で、これだんだん大きくなるんだよとか思うんですけど、実は5次元で最大なのね、半径1の、超球の体積って、でだんだん下がっちゃう、ね、ですげえなんか面白いな、これが本質的なのかなと思うと、そうじゃなくて、よく考えたら、右側2の n 乗で割るんですよね、全体の直方体は。でそれは半径1の円の体を囲むには 2×2 ですよね。で、半径1の球を囲むには 2×2×2 ですよね。半径って両側にあって直径は2だからね。そうすると体積は2の N 乗なんで、実は分子が0になるっていうのはまあ割とおまけで、分母の方がどんどん無限大になるんで、まあ分子は0、分母は無限大で、二重苦でどんどん0になるのでした。でもよく考えたら、球とかカッコつける人は全然なくてですね、あのこの現象を理解するには、はい、次元の違うものをどう並べてる、それは当たる確率だもん、確率には次元がないでしょ。でもっと言えば、球の体積、外の直方体の体積と立方体の体積と、中の球の体積だから、体積と体積の比だから次元はないんだよね。それはいい質問なんだけれども、実はそういうこと。それで、じゃあまあ実は四角でよかったわけ。 π を求めるという面白さは全然ないんだけど、じゃあ例えば、0.75 っていう長さの線分の長さが分かんないとして、それを1の線分の大きさの線分の中に埋め込んで、1の線分の上に点を均等に打つと、ランダムに。でどのぐらい入るかって言って、それで実は知らないんだけど、入るか入らないかだけ分かるとすると、何回もやってると 75% 入るから、線分の長さ 0.75 だったんだっていうのがだんだん分かってくると。まあ面白くないけど、こういうのは一番簡単なモンテカルロ法なわけね。なんでモンテカルロっていうと、まさに、モンテカルロでカジノがあるからで、ラスベガスとモンテカルロどっちにしようかって思うんだけど、まあ何かの勢いでモンテカルロになった。
ラスベガス法っていうのもあるらしいんだけど、それはすごいマイナーであんまり使われ、なんか違う意味であるらしいんだけど、それは多分モンテカロ法ができたのでギャグでそういうことを言ったんで、いやそれはあんまり使わない。それで、0.75 の話続けると、今度は、1×1 の、正方形の中に 0.75 のちっちゃい辺が、一辺の長さが 0.75 の正方形が入ってたとすると、この上にばらまくという問題を考えると 0.75 の2乗の、割合で入るわけで、それは 0.75 よりだいぶ小さいよね。で今度は直方体で小さい直方体を追うと 0.75 の3乗になるわけ。それで、じゃあ100になるとどうなるかっていうと 0.75 の100乗で、これ実は10のマイナス13乗とかとんでもない数字なのね。10のマイナス13乗って、普通ので言ったらいくらだって、マイナス12乗が超だっけっていうぐらいで、マイナス8乗が奥だもんね。というわけで1000とかだったらもっと大変なことになるわけね。というわけで、どん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 、要するに言いたいことは、一辺の長さの近似度、一般に近似の度合いがこう1次元分で考えたとき、同じぐらいだったら、次元が上がったらどん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 悪くなっちゃうと。例えば100次元でも中に入るようにしたら、外側の、白い四角と内側の青い四角の、はほとんど同じ辺の長さじゃなきゃいけないんで、すごい近似を上げていかなくちゃいけないわけね。9だとすると、近似を上げようとすると、なんか多面体みたいにこうくるんでいくっていうことは考えられるけど、そうしたら、なんかほとんど多面体でくるんでったら、結局頑張って9の体積求めてるのと同じで、乱数でやってるっていう良さが全然なくなってきちゃうじゃない、すごい細かい多面体とかでやったら。なので、じゃあやっぱし箱に入れようと思うと当たんなくなっちゃうと。そういうふうになってきて、高次元では、ナイーブなこういう独立で、サンプルを使うモンテカロ法はあんまし役に立たなくなっていくわけ。まあ例えば5、6次元とかそのぐらいまではなんと結構有用かもしれないけど、それから先は大変なわけね。でこれ結構一般的な、現象で、例えばこれ1000次元球は川ばかりっていうんだけども、半径が1メートルって、まあ、100センチの川球から1センチ999ってこう向いて、芯がどのぐらいの比率かなっていうのを考えると、これも、今普通球って言ったら3次元で表面は2次元のやつを言うけれども、次元がどん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 上がっていくと、これはどんどん比率小さくなるわけね。3次元だったら 0.99 の3乗なわけね。比率としては1センチの川の部分で、芯のところが 0.97% なわけね。まあ当たり前だよね、相似形なんだから。で100大次元だと、そころが 0.99 の100乗だから 0.366、 1000次元になると、なんと1センチの川を1メートルの1000次元球からつるって向いたら、芯は実は10のマイナス5乗、10万分の1しかない。だから川ばっかしだったわけ。みかんの話ばっかしてるけど、でっかいザボンってあるじゃない。であれ買ってきてすげえでかいとか思ってると、味は美味しいんだけど、皮すごいなんか厚くてがっくりなんだけど、千次元のザボンだったらもっとずっと悲惨なことになるわけで、まあザボンは皮を食べるってあるよね、それ関係ないけども、ってからまあそういうことなんだけど、もっとこう理屈をさらに言いたい、今の例で十分高次元って変だなっていうのは分かると思うんだけども、今の例で分かり、もっと理屈っぽくやるっていう考えると、例えばこういう考えもできる、表面の近くないってことは、例えば表面 A だ、立方体みたいになったら1次元目の右側の側面とか、なんかそういうのから、十分遠いと、そのそばにないと。でかつ表面 B、 例えば左側面、かつ表面 C、 今度は別の次元の右側面、まあ複雑な形したら右とか左とか分かんないけど、いろんなところから遠いってことだよね。で次元が高いってことは暗度がたくさんあるわけで、結局芯ってことはこの全ての暗度を満たすところだから小さくなっちゃうと。まあちょっとこの理屈どうかと思うんだけど、自分としてはちょっとだけ納得はいった。まあこういうこと本に書いてあるわけじゃないんで。それで、まあ、ちょっとせっかくなので、モンテカロ法、普通のモンテカロ法って言いたいんだけど、なんて言ったらいいのかよく分かんない、インポータンスサンプリングっていうのかもしれないんだけど、人によってはマルコ・フレンサーモンテカロ法もインポータンスサンプリング入れる人もいるんだよね。だから言葉としてはややこしい。
棄却法による乱数生成ってのも結局、あ、棄却法じゃないか、棄却法とは言わないんだよな、重み何法っていうんだろう、まあ、すいません、今のなしだけど、ここではあんまり使わないかもしれないけど、スタティックなモンテカロ法と私は本には書いたんだけど、まあ、そういう、まあ、普通の工学で使われてきたモンテカロ法ね。物理の人にモンテカロ法って言ったら昔からもうマルコ・フレンサモンテカロ法なんだけどね。それで、どういうアルゴリズムかっていうと、まあ、Q っていう近似分布があって、 P のニョロニョロっていうのが与えられた分布、ただし定数因子だけは、例えば2倍とか3倍とか因子だけは、分かんなくてもいいんだけど、そういうものがあった時に、じゃあそれ P でのニョロニョロでの期待値を、平均値をどうやって計算するのかっていうと、あら Q からたくさんサンプルを作ると、それで、期待値を計算したい量が A だとすると、サンプルのとこでの値 A の XA というのを計算して、もう一つ重みとして Q で P のニョロニョロを割ったやつを作るわけ。 XA というのを代入して、ちょっと字が小さいんだけどこれね。で、じゃあ期待値はどうやって計算するかっていうと、この W ってウェイトのつもりで W って書いてるんだけど、それで A を重み付けして平均なわけ。重みが P と Q のずれてる部分を補正しましたと。で、まあ、正比価定数がわからないときは正比価定数も計算できると、まあ、そういうことなんですが、そういう方法が一般的に使えます。で、これが実は、Q の場合の、円の面積を求めるというのが一般化になってるわけね。何が何に当たるんだ一般化って言われるとどうかっていうと、実は、P のニョロニョロっていうのが、例えば円の場合だったら円の中での一応分布、 Q っていうのが何かっていうと、四角の中での近似分布なんで、あ、一応分布なわけね。でそれを近似して計算するんで、実は、こういうことになってるわけですね。の場合、一応分布なので、P のニョロニョロで円の外に出ちゃうと、ウェイトはゼロなわけね。で中に入ると、一応分布なので、Q 分の P ニョロニョロっていうのは両方、四角の中では Q は一応で、 P のニョロニョロは円の中では一応だから一定値になるわけでしょ。だからその、外に出たのは捨てていくっていうのにそれに当たってるわけ。まあ、そこら辺あんまり詳しくはやらないけれども、問題なのはやっぱりこれでも同じことが起こると。今度は0、1じゃなくて、入ってる出てるっていうんじゃなくて、重みをつけていく、Q から発生させたうち P のニョロニョロからあんまり出そうもないやつには、ウェイトが小さくなるように、 Q 分の P ニョロニョロだから、 Q からたくさん出るけど P のニョロニョロがあんま出ないなってとこはウェイトを割り引いてあるんだけども、そういう時に、じゃあウェイトの分布はどうなるかっていうと、 XA というこの変数の次元が5次元、10次元、100次元と上がっていくと、どんどんこういう風になるわけ。この形は実はログノーマル分布、対数線形分布っていうのに近いんだけになることが多いんだけど、この場合だと、平均値と、トップの値がどんどんずれてきて、それでここのこれあんまりまだずれてないとこ書いてあるんだけど、これのトップと平均は相当ずれてきます。でなぜかというと、大きい値というのがたまに出るんだけど、これがすごく効いてくるから。でほとんどのサンプルは小さい値、円の場合だとほとんどの、さっきの円の面積だとほとんどのサンプルは円の外に出ちゃったから重みがゼロだったのね。でこの場合は、重みがすごく小さいところに集まってると。で裾の方はすごいまれに大きい値ができて、そこでほとんど決まっちゃうから、それが円の場合でいったら、球の場合でいったら球の中に入るってことに当たるんだけども、こういう形になっちゃうとどんどん分散が大きくなっちゃうと。期待値はさっきのアルゴリズムいつでも正しく出るんだけど、分散が球と P のニョロニョロが合わなくなるほど、そして次元同じぐらいの相方、1次元で切ってみたら同じぐらいの相方なときだけでは、周辺分布、難しく言えば周辺分布、条件付き分布、どっちでもいいんだけど、それで、ほぼ同じ近似度の場合には、こう同時分布での近似度に相当するものはどんどん悪くなっちゃって、それがこの裾にそう現れてくると。でほとんど小数のサンプルしか使えなくなるんで、計算が難しくなっちゃう。これはもうすごい、普遍的なわけね。もっと高級な方法で、パーティクルフィルターとか逐次モンテカロ法みたいの、知ってる人もいると思うんだけど、聞いたことある人もいるんだけど、それが失敗するときとかも全く同じパターンです。
少数の粒子だけに、ウェイトがいってしまうと、まあ、そういうことが起きる。ちなみになんで対数正規分布に似てるんだよ本当かとか思うんだけども、それは大まかに言えば根拠があって、確率って掛け算になるわけね。いろんな部分が高次元でも全部が相関してるんじゃなくて、大体独立のものの積になったら掛け算になるじゃない。だから P も Q もなんとなく雰囲気としてはいろんな部分の掛け算になってる雰囲気が強いわけね。で W っていうのはそれを、割り算したもんだよね。だからログ W っていうのを考えると、ログ対数の性質は割り算や掛け算を足し算引き算に変えるから、ログ P というのがいっぱい足されたものからログ Q っていうのはいっぱい足されたものを引いたみたいな感じになるわけね。そうするとそれぞれがなんとなく相関はあるんだけどかなり独立だとすると、W のログっていうのは正規分布っぽくなるかなとか思うわけよ。そうすると、これは対数が正規分布だから対数正規分布になるわけね。まあ掛け算ってある意味アンドというのが一般化で、入ってるが1で入ってないが0だとしたらアンドっていうのはたくさんの掛け算になるでしょ。なんかちょっとこぎつけっぽいけど、まあ同じような話だよね。で脱線ついでに、まだ MCMC の話全然なってないんだけど、脱線ついでにちょっとだけ、もうちょっと多分有害な脱線かもしれないけど脱線すると、調査である層別化してもう一回重みつけましょうっていうのも同じような原理だよね。あの世論調査とかでだはこう測るようにいくと、だ測りにいくと、実際には例えば男女が半々だとしますね。だけどなんか昼間に電話したら主婦が多かったので女性が 0.6 で男性が 0.4 だったと。こういう時にとりあえず男性女性で補正してやろうとすると、下みたいに、男性は0には 0.4 で割って女性は 0.6 で割ると。でもまあ 0.5 分の 0.4 をかけて 0.5 分の 0.6 を女性の平均にかけて、全体を、それぞれその和で割ったと思えば、実はこれさっき出てきたこの式とちょっと小さいけどこの式と同じだよね。 W をかけて、だから言ってることはこういう調整をしましょうという、補正をしましょうと、調整とは言わないでね、この分野では、いうことですね。でもっと高級には、今たまたま星野さんの本を読んで非常に苦しめられているのであるけれども、傾向スコア、プロペンジティスコアなんていうのを習う人もいますよね。それはまさに高次元の場合で、例えばこれだって男性と女性で平均しても、今度はいる女性の種類が、なんか働いてる女性は今度は逆に昼間は主婦が多いっていうか女性が多いからって言ったけど、今度はこういうふうに重み付けするとなんか働いてる女性ってのはこの中でかえって減っちゃうじゃない。主婦の割合が多いわけだから、だとすればね、女性が電話に出る率が多いの本当かどうか知らないよ。そうするとやっぱりちょっとまた別の方にずれてくるかもしれないから、そうするといろんな年収とかなんかそういうのとかいろんな職業とかいろんなもんで層別化したくなるんだけど、そうすると高次元の問題になっちゃうね、さっきみたいな。でまあいろいろ困るんで、まあ一つの対策としてプロペンジティスコアっていうのがあって、その話は今日はしないんだけど、その時に IPW インバースプロバビリティウェイティングってあるんですけど、インバースプロバビリティってさっきの Q のインバースだから同じだろうと思うんだけど、まあ大体同じことで、半々にランダムに両側を割り付ける、この分野で割り付けるっていうんだけど、調査だったら、完全に公平になるように電話する、ランダムに電話するいうようなことに戻すっていうのが IPW 推定量っていうのがあるんだけども、やっぱりこれはさっきと同じ原理で、次元が上がってくると結構裾を引いたり、極端に大きい値が出る。で困っちゃうことも あるみたいで、まあ同じ原理なんだよねこの辺は。ただし違うって言えば違うんだよね。上に同じだよって書いたんだけど、違う点はこういうのは実際のサンプリングの話だよね。でサンプルありきなんで、サンプルをもうと、まあ、サンプリングの仕方の話というのもあるんだけど、とりあえず傾向スコアとかそういうのはサンプルをもう取っちゃった後の話で、なかなか取っちゃった後の話なんだけど、我々が今考えているのは数式で与えられた分布からのサンプリングの話なんで、分散がウェイトの分散大きくなっちゃって困るなっていうのは同じなんだけど、対策の方向は当然全然違うわけで、我々はサンプリングの仕方を徹底的に工夫するというふうになります。
稽古スコアの話はまた違う話、サンプルを作るところからっていうと、なんかいかにも調査でサンプルを作るっていうのとは違うよね、全然。なんか私がアルコフレンサモンテカロ法を使ってレアイベントの珍しい現象のサンプリングの研究をしてるんですって言ったら、会社の倒産が稀なんでデータが取れないんで、なんとかデータをそれで取れませんかって言うんだけど、MCMC で会社を倒産させたらテロリストになっちゃうからさ、それは無理だよね。だからここでまた重要な勘違いなんだけど、サンプリングっていうから、本当に、実際 の調査のサンプリングと勘違いしちゃう人がいるんだけど、 MCMC は違いますから、厳密には数式じゃなくてもなんかサブルーチンで数式与えられた分布だっていいんだけど、コンピューターのプログラムでとにかく数式とかプログラムでちゃんと答えが出てくるようなそういうものがあって、それからサンプリングするって話だから、実際のサンプリングの話とは違うわけ。今したのはちょっと脱線したのは、それでもまあ共通点はあるっていう話だから、だから本当は誤解を招かないためには乱数生成の方法って言えばいいんだけど、乱数生成っていうと公式分布からの乱数生成とか一応分布からの乱数生成とか、そういうなんか1変量ぐらいのを想像されちゃうのね、生成2変量とか。で我々は10変数100変数1000変数のサンプリング乱数生成を考えたいし、正規分布とかじゃなくて全く一般の乱数生成を考えたいっていうのが MCMC とかの話だから、誤解されないようにサンプリングっていうんだけども、そうすると社会調査のサンプリングと間違われちゃうんで、それは違う。はい、で脱線終わりで、もし混乱したら脱線とかは忘れてね。はい、それでどうすればいいかの話でいよいよ MCMC になるんですが、ちょっとくたびれたので、皆さんなんか、聞きたいところとかあったら、なんか今までのところで質問とかある？皆さんはこれ聞くの初めて、2回目のリピーターとかいるのか、全然初めての人なのかとか、ちょっと気にはなるんですが、最数正規分布のとこはちょっと難しいっていうか、全然初めての人には難しいかもしれない。でも普通の本には書いてないと思うので、全然初めてじゃない人にもためになるようにいろいろ混ぜているので、そこはまた今度みたいな。それじゃあちょっとだんだん難しくなりますが、じゃあどうすればよいかと。というと、まあ、要するに、まあ、式とかプログラムとかあって、ここはどうだって言ったら答えてくれるっていう前提なので、そこはダメだよみたいなことは、言ってくれる。少なくとも今いるところよりもダメだというのは教えてくれる。ので、今いる密度の高い部分をなんか探しながらやればいいと。ただし、今までのアルゴリズムは、1個点を取ったら、次はそこを見ないで点を取るのね。で円の中に点をばらまくのも一般の、インポータンスサンプリングとか静的なサンプリングといってのも同じなんだけども、バラバラに取るんで前の知識は活かせません。ここら辺は密度が高そうっていうか、確率が高そうだ、確率密度が高そうだと思っても、次の人は次に取る点はその知恵を全く活かすことができないので、それで高次元では、初めから近似がいいという答えが分かっているようなケースでないとうまくいかないと。高次元でもだんだん探索しながら、やっていけばいいんじゃないかというのを思うわけで、そこでわんわん声ちょっと丸山明宏成分が入ってる、やばいかもしれない。この間風邪でかすれたからな。で、で、じゃあ MCMC は何かというと、とりあえず専門用語を丸出しで言うと、サンプリングしたい分布に対して、それを定常とするマルコフ連鎖を構成して、疑似乱数を使ってシミュレーションしましょう。そうすると、マルコフ連鎖のエルゴート定理によって、求める分布からの、サンプルが取れますよって、なんか1ページで終わりなんですけど、これじゃあ全然わからないですよね。まず、定常分布とは何か、マルコフ連鎖とは何か、マルコフ連鎖のエルゴート定理とは何か、それがわからないと全然わからないと。でも、とりあえず1ページで言えばこうだということです。ちなみにこれがマルコフですが、
おーとか言ってる人がいるけど顔を見ても分かんないよな、別に関係ないわな。ちなみにマルコフ相当昔の人です。20世紀の初めか19世紀の終わり、19世紀の終わりだよね。で、まあ昔の人だからひげを生やしてるって、それちょっと大雑把すぎるけどな。まあなんかすごいひげですね。チェビシェフ、マルコフとか同じぐらいの人ですけど、マルコフは多分中心極限定理を相関のある場合に一般化したくてマルコフ連鎖というのを考えたというふうに聞いております。だからもちろん MCMC なんかのことは全然考えてなかったわけだ。それからで、じゃあ一番簡単なやつ、さっきマルコフ連鎖って書いてまだ定義してないんですが、まあ定義するのはだいぶ後になりますけれども、まあ、そういうものを作るっていうんですけど、いろいろな目的で方法でそういうのさっき言ったような目的に合うようなものを作れるんですけど、一番、いいのが、いいっていうか、いいんじゃなくて簡単なのが熱浴法とかギブスサンプラーという方法です。あの熱浴法という言葉は皆さん覚えなくていいのでギブスサンプラーなんですが、まあ基本的には実は微妙に違うっていう説もあるんですけども、統計物理では昔からヒートバスとか熱浴って言ったのと同じじゃんって言って私たちは物理出身なので怒っていたんですが、まあ、あの最近は物理の人もギブスサンプラーっていうようにだんだんなってきてるかもしれません。ちなみにマルコフ連鎖モンテカルー法というのももともとは物理の人には通じない言葉で、もともとの物理ではモンテカルー法って言ったり、区別する必要があるときは動的なモンテカルー法とか、そんなことを言ってたんですけども、最近では物理の人もマルコフ連鎖モンテカルー法っていうようになっちゃいましたね。でマルコフ連鎖モンテカルー法って確かに分かりやすい名前だと思うんですけど、これもすごい誤解なんですけど、単にマルコフ連鎖をシミュレーションするのをマルコフ連鎖モンテカルー法っていうのは違うんで、そういうマルコフ連鎖を使ったシミュレーションっていうのはいろんなところで使われてるんで、例えば原子炉でも、そういうなんかあのな他の事故とかそういうんでも、事故じゃなくてもっといいことでも何かのシミュレーションにはマルコフ連鎖というものはすごく使われてるんですけど、それを乱数でシミュレーションするのがマルコフ連鎖モンテカロ法ではないです。あくまで、別のサンプリングしたい分布に対してマルコフ連鎖というものを、意図的に作って、つまりマルコフ連鎖のシミュレーション自体が目的でないときをマルコフ連鎖モンテカロ法というんで、それはよく結構最近勘違いしてる人がいて、修論なんかでも勘違いしてネットで見かけるんですが、きっと先生も勘違いしてるんですね。それはでもそれはまあ言葉の問題ですけど違いますので、ギブスサンプラーに戻ると、ギブスサンプラーというのはこれも書いてしまうと大変簡単なので、まあ、変数がいくつかにたくさんあるとします。たくさんあるというのはもともとが1次元でもいいし、例えば、100次元のものが10次元ずつのブロックに分かれてのを X1 から X10 と書いてもいいんですけど、まあ、とにかくたくさんあると思ってください。で番号がついてるんでそれをまあランダム、実は規則的でもかなりいいんですけれど、まあ、とりあえずランダムに選ぶと。でこれがポイントなんですけど、 i 以外の要素を固定した条件付き確率、この式です。この式を考えて、このポツってとこに入る i 番目の今ないところの値 xi という確率変数の値をランダムに取り直します。それを何回も何回も繰り返すというのがギブスサンプラーです。そうすると実は x1 から xn までの、xi も入ったやつだけど同時分布のからのランダムサンプルが取れてしまうというちょっと魔法のような方法で、今言われても分かんねえよって言うんですけど、ちゃんとゆっくりと説明しますから大丈夫です。説明する前にちょっと言っておきますと、私は数学系ではないので確率変数を大文字でその値を小文字で書くとかいうのはすごい苦痛でいつも訳が分かんなくなっちゃうんですが、時々思いついたように、書いてみます。ですが間違ってても怒んないでください。なんで AA なのよ、やっぱ許されないわけ、確率変数を間違えると。で、まあ、早速いい加減になってきましたけども、同時確率と条件付確率というのを、復習しておきますね。 A が例えば目の色で B が髪の色だとすると、値で言うと例えば緑色の目とか栗色の髪とかいうのになるんですけど、 P の AB でこう縦線を引いたら、例えば髪が栗色の時に目が緑色の確率で、 P の A チョン B って書いたら髪が栗色でかつ目が、緑色の確率、両方満たすときて上が条件付きなんですね。 A を、B で条件付けたときの A の確率ね。
そうすると、唯一ここで必要な数学の公式は P の AB は P の A バー B の PB であると。まあ、これが実は条件付加確率の定義なんですけど、数学的には。でもまあ、直感的にこれが最もなんと思うんですけれども、そのことをだけを使います。高校生でもできるって言うけど、そうかちゅうな、結構難しいよな、条件付加確率って。まあいいけれども、じゃあ二変数の場合どうするかっていうと、P の x1x2 というのからサンプルしたいと。でもやり方が分かんないよ。でも x2 を止めた時の x1 の条件付き、確率分布からのサンプリングだったらできるよと。で x1 を止めた時の x2 の条件付き確率分布からのサンプルもできるよという条件の時は、これを交互に、適当な初期値 x1x2 を入れといて、交互にパタ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 っていって何回も何回もやれば上からのサンプルが取れてしまうと、そういうことを言ってるんですね。今みたいに書くと、なんじゃわからんと数学が好きな人を言うので、間違ってるかもしれないけど、例えば、まあ、ちょっと値を区別すると、正確な意味は、ラージ X2 が X2 であるときの X1 の分布なんですね。で、X1 が、ラージ X1 が X1 のときのラージ X2 の分布で、値 X2 をこれから生成するっていうんですけど、まあ、そんなことで、同じことですけど、まあ、こんなことになっている。で一番簡単な例で、二次元の正規分布をやります。まあ本当は連続変数なんで確率密度とかでなんかちゃんと言わなきゃいけないんですけど、まあここは別にあんま深く考えなくていいので、P の x1x2 というのの同時確率密度を書くとこんな式になります。でこれは二変数の正規分布の一般形をちょっと書いてみたと。まあ一般形っていうか2シグマの事情なんですけど、これ例なんで簡単にして、ただ相関がないと自明になってしまうので BX1X2 という相関の項を入れています。注意しなきゃいけないのは、この例で実際に MCMC を使えと言ってるわけじゃなくて、たとえ正規分布であれば、たとえ100次元でも500次元でも MCMC は使わない方がいいんです。高次元の場合は、標準正規分布って書いてあるけど、標準正規分布は2分の x1 の事情で、この相関はないよね。標準じゃないよね。だから2変数の場合、まあ標準正規分布って言った時は1変数なんだけどさ、これは次に難しい2変数、2次元の正規分布でちゃんと相関項が入ってる。でこれからのサンプリングを取るとこんな風になります。これはR にそういうのがあるので、この値 B の値入れてやるとビュービュービュって出るんですけど、たくさん点を取るとこんな感じに散布図になります。この B が0だったら丸い感じになるんだよね。じゃあどうやってやるかというと、さっきの X2 を決めた時の X1 の確率密度、 X1 を決めた時の X2 の確率密度をそれぞれ計算すると、これはまあ平方完成ですよね。一種の X1-BX2 にしておまけがつくと、はい、ここを事乗するとちょうどキャンセルしてるなと、ここを事乗するとちょうどキャンセルしてるなっていうふうに見てください。でこれはただの中学の計算です。そうしますと、正規上のやつだと、ここで、X に条件付けたからここは定数ですよね。だから幾何化し直すとこういう式になって、ここしか残らないと。ルート 2π になるっていうのも、まあこれいらないですけど、ちょっと考えれば、これの今度は X1 で積分して1だからね、ルート 2π にならなきゃいけない。この場合もこうなると。まあ標準正規分布なんですけども、期待値が、X2 でずれてると。こっちは X1 でずれてると。できました。で標準変正規分布からのサンプリングができれば、これ両方ともサンプリングできるよね。サンプルしてから BX2 だけずらせばいい、足せばいいし、こっちは X2 を、この値を標準正規分布からサンプルして BX1 を足せばいいからすぐできるよね。で正規分布からのサンプリングの仕方は分かってると、1次元のねとします。それは R とかであります。じゃあどんな風になるか見てみましょうというので、 R でデモです。よいしょ。すごい原始的なデモなんですけど、テクスト、ほい、あ、出た。
もうなんか叩いたら1個やっちゃったんだけど、今のでこっち側の変数、y 軸ん、あ、音出てない、これは何事だろう。あ、ごめん、これは単なる私の勘違い。出た？あ、まだ出ないんだよな。大丈夫大丈夫、単なるミス、ありがたいわ。なんかさっきから切り替え忘れが連続で起きている。なんか右側が切れている。なんでだろう。出てきた出てきた、こっちに寄せるわ。ごめん、映った。なんかこう微妙に切れてるけど、映んないのよりはマシだよね。はい、それでは1個今出たんですが、水平にビュッと動いたというところで、水平に動くってことは x 軸 y 軸の値を一定にして x の値を取り直したってことですね、条件付き分布で。じゃあ次は縦に動きます。あ、じゃあ次にポンポンと動かしていきます。このように動いていきます。で、わざと確率密度のめっちゃ薄いところからやったんですけれども、なんかこう、だんだん寄ってきました。もうガーッてやります。押しっぱなしです。なんか終わりました。終わったのは別に、回数制限があって一定以上になると終わるようになってるから終わっただけで、この操作はいくらでも続けられますよね。そうするとフラ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 動いてるんですが、さっきの正しい分布だといった形にだんだん近づいてきました。最初の方はダメですね。全然違うところから入って。これが一番簡単なギブスサンプリングです。どちら、いや黒くなってららららら、私が慌てて消したか。もう一回立ち上げ直すな。パワーパワー、出た、よかった。大丈夫大丈夫、単にトラ機械のトラブルじゃなくて私がアホなだけです。はい、出ましたね。ほんじゃあデモ終わったので次いきます。あ、これ結果、今の結果をもう一回書いたもので、失敗した時に備えて、出なかった時は、これを見せるというのでしのごうと思ったんですが、さっきの復習ですけど、こんなとこから始まったけどだんだんいいとこに来てぐるぐる動いてると。で、これが、まあ、MCMC の使い方も共通で、どういうふうになってるかというと、今シミュレーションって言ってるのがこっち側に走ってるわけ、こっち側にそのシミュレーションのトントントンって叩くとこっちに一歩ずつ進んでいきます。その時にどんな値が出たかっていうのをつないであります。で、一定間隔でサンプルを取ります。そうするとそこの値が取れるんですが、ただポイントなのはこれ、さっきの形に、この形にあらすごい似てますけど、これは R のルーチンで作ったやつは独立に点が出てきます。そういうふうにできてるからね。ところが MCMC はこういう形になったけど、さ、これなんか独立じゃないよね。だって一個ずつ動くところでは明らかに同じ、横の値とか同じで、次は縦の値同じで、しかも最初この辺にいてしばらくしてからこっち移って、またこっちにしばらくしてから移ったっていうのは相関があるわけね。だから独立になる、相関が変わるにはしばらく時間がかかると。理論的に言えばほんのわずかの相関が残ってるわけだけど、普通は指数関数的に移るから、しばらく取れば独立サンプルになるわけで、こういうふうに取ると。で、もう一つ大事なのはパスはどこにも収束しない。この動いていくのを結んだやつをパスって言ってるんだけども、今の点のはこうやって動いてて、途中で終わったったけど、あれは回数を100150回だったら終われとか言ってたから終わっただけで、操作自体永久に続くよね。だから最適化とか間違ってる人とか、間違ってる人はどっか行って止まると思う人がいるわけ。それを収束だと思ってる人がいるんだけど、そうじゃない。収束っていうのをするんじゃなくて、いつまでも動き続けていっぱい無限個サンプルが取れますよって、そういう方法なわけ。まあ乱数なんだから1個の値に収束しちゃダメだよね。じゃあ MCMC の収束って聞きましたっていうのは、それは実は今この辺でいた時からだんだん正しい値に来て動くじゃない。この分布が収束したって意味なんだけど、それは今度ちゃんと説明します、後で。
で実は今みたいに説明すると MCMC ってのは飛ばすんだってみんな飛ばして取っちゃう人がいるんだけど、実は例えば平均値の計算するには全然飛ばさなくていいのね。なぜかっていうと、4項期に取ったら ほぼ独立だったので正しい値に来ましたとしますね。ただこういうふうに4個ずつ取ってもこういうふうに4個ずつ取ってもこういうふうに4個ずつ取っても正しい値にするよね。だから実は全部取ったって正しい値になるに決まってるよね。まあ単に和の平均と平均の和が同じってことを言っただけなんだけど、ただし分散なんかだと、推定をしようとするときは正確に言えばアンバイアスエスティメーターにならないのでちょっと修正していいんだけど、まあ、分散って長くやってればいわゆる一致推定量というんで正しい値にだんだんいきます。ただしよくサンプルサイズから1引いたんで割れって言うじゃない。なんかオタッキーな人になるとそれが統計学だとか言ってなんか知らないとめっちゃ馬鹿にされたりするんだけど、あれと同じような現象があるので、本当は何かを引いた方がいい。まあ、相関のせいで1じゃなくてもっと大きい値を引かなきゃならなかったりするんで、うるさく言えばそういうことはあるんですけど、基本的にはやたら捨てるよりは、あんまり捨てない方が全部使っても大体は大丈夫ですということです。でもってなんかソースコードをくださいとかいう人が結構多いので、なんか分散の精度保証に WIAIC なんでそんなのが出てくるんだよ。これはだから単に分散の精度保証はやってみるしかないんだよ。精度を保証するにはそういう魔術でうまくいくわけにはいかない。それで、平均値の計算では飛ばす必要はないというのはその違う、今のコードをちょっと清書して書いたのはこれです。なんかソースコードを見せろっていうのは R のコードね。でこれは別に、なるけど初期値の設定とかプロットのとことかなんかそういうのがいっぱい書いてあるから大事なとこ肝心なとこだけ出すとなんとたったこれだけです。赤いとこだけで使ってる関数は正規分布からサンプルしなきゃならないから標準正規分布から、この R ノルムだけで結局これを回してるだけなのね。で MCMC の原型はもう こんなもんです。特にギブスサンプリングは完全にこれで、あとはこれをもうちょっと複雑にしていくというか、だけなので基本はこんなものなので、ソースコードにすると大変、やってることの複雑さに比べて簡単なのです。あ、なんかイコールね、なんか最近もうイコールになっちゃったから、矢印にしてたけどイコールになった。私もなんかマイナスの数があるとさ、なんかパニックになるじゃない。なんかマイナス 1.0 と代入と頭混乱して怖くなったからイコールにしました。で今のじゃあまりにもバカバカしいというか、ちょっとその二次元の正規分布じゃしょうがないだろうって、ね、もうちょっと難しそうな例をやります。これは不等号の制約で今の放物線の内が上側だけに制限したい。今さっきの R のに入ってる関数で作ると、こうなるんですが、ちょっと人工的な問題ですけど、この上だけに制限した条件付き分布からサンプルしたいと。でこれだけダーって取ってもこんだけしか薄くしか入らないので、結構効率悪いですね。まあ、二次元だったらバーって作ってここだけ取るのと MCMC と、もしかしたらコンパラかもしれないけど、例えば4変数ぐらいあってこういう問題だともう全然大変になっちゃいますよね。薄いとこすごい薄いで、あるいはもっと上の方でこの辺で制約されたらもういかないですから、じゃあどうするかということですが、実は全く同じようにできます。 P の X1 から X2 にサンプルなので、交互にやればいいと。ただし今度は条件付きの密度がこうサパッと切った時に、こうするとこっから上と、からこいつはこの間だけになるんですね。だから正規分布で言うとこいつだよね。ここは青の方は横に切った条件付き分布はなんかこういう両側が切れたやつ、まあ、こういうのはトランケーテッドノーマルって言うんだけど、これからのサンプリングができないといけない。だからこれからのサンプリングができると仮定します。まあ、これ自分で作るのもそんなに難しくはないんだけども、まあ、とりあえずはこれは、R に入ってるやつを使えるとします。それだけどこんなのが R に入ってるとは思えないんで、でもできちゃうんですね、これが。はい、じゃあその大丈夫ですか。あ、また固まった。いや動いてない。なんか固まったっていう噂が、あ、動いてんじゃん。そっちが固まったの。いや、今一人協力してる方がいるので、さっきはそれで助けていただきました。式一のデモをやれと自分が指令しているのでやります。ソース。
はい、さっきと同じで1個いきました。あ、いかいか、ちょっとさっきのとし、あの、縮尺が変わってるんですが、敷地の線がこの辺にあるというのは分かってきましたね。じゃあバーっていきますね。というわけでちゃんと上の方で取れてます。相関ができた代わりに無駄サンプルがなくなったわけですね。で、2次元ですと無駄サンプルがなくなるっていうのも、まあこの場合にはいいかもしれないけど、一般的にどうよっていう気もするんですけど、無駄サンプルがなくなって欲しいとこだけ取れるっていうのは高次元ではものすごく嬉しいんです。そこを分かってほしくて、一生懸命 MCMC でない、もう皮むきの話とか、普通のモンテカロの話をしたわけです。はい、じゃあこっちに行きます。出てない？ R の画面出た？出てたよね。なんかちょっと今日は逆上してるんで、機械の調子はいいんですけど、私の頭の調子が今一つですね。今スライド出てるよね。じゃあ OK です。でこれはまた失敗した時に備えて今の書いた図なんですが、この上にきちんと入ってます。なんかこれで合ってんのかやとか思うんですけど、本の方には同じ例でちゃんと書いてありますけど、さっきのでメッシュ切って積分するとバッチリ合います。期待値の位置がここら辺でバッチリ合うので、これ合ってるなっていうことです。つうわけで実際は高次元多変数用なんですね。で、まあ、高次元多変数で面白い例っていうのは、統計物理をやったりベイズ統計をやらないとあまり無理やりな例ではしょうがないので、ここでは出してませんけれども、本当は高次元がいいと。で最初の例だと正規分布なんで、コレスキー分解とか高次元であっても線形計算プラス普通の乱数、一応乱数を使えばうまくできるんで、それは別途勉強した方がいいと思うんですけど、2番目の例です と、あれだとやっぱり2次元なんでメッシュで切って積分してもできてしまいます。正規分プラス不等式制約。ところが高次元多変量になると全然うまくいかないと。それで最初にやったような棄却法というか、普通の静的なモンテカロインポータンスサンプリングという方法でやると、高次元級と同じことになって、当たらなくなるの、あるいは、非常に裾の長い小数、たまに出る大きな値だけに、結果が依存するようになってしまってうまくいかないというので困ってしまうんですが、そういう時に MCMC、 特に今ではギブスサンプリングの例をやったんですけど、ああいう方法はすごいいいわけです。何しろこういうふうにあっても、こんなので N イコール10でも正規分布でも何でもない一般の確率分布ってすごい、ちょっとどうしてここからサンプル取れてどうするんだとか思うんですけど、で N イコール100でこれはなんか得体の知れない面倒くさい式であって、これが 分散みたいな変数で、これが期待値みたいな変数で、これは何だかわからないみたいなのはすごい死にそうですけど、この時に条件付きした式はすごいそれに比べたら簡単になるんで、これからのサンプル生成さえすれば元のができるという、問題をうまく分解できるわけですね。それですごい受けたわけ。だから自分の本で別の本で妖精さんって書いたんですけど、妖精さんが、ここまでこっからのサンプリング用意してくればあとは妖精さんがやってくれる方法だよと。で最初に言ったようにこの分布が何かってことはそれは分野によるんですけど、そこは、文字通り、ジュースの作るところで、蛇口だけではどうしようもないところなんですが、分布はこれから作ればいいんだっていうのは分かってるんだと。統計物理だとギブス分布はこんなんじゃないかと思うと、エネルギーが与えられればギブス分布分かるんですけど、それでベイズ統計だったら、ベイズ統計の事後分布の形だけは書けたと、数式は書けてるんだけど、でもどうすんのっていう時に、これが要素が分かれば全体もできますよっていうのが、MCMC のすごいいいなっていうところなわけです。で、N イコール100でも1000でも、条件付き確率だけでサンプリングができるんで素敵だなっていうんですけども、じゃあ条件付き求まんなかったらどうかっていうと、そんなに今日は詳しく話せませんけど、後日のメトロポリス・ヘイスティングス法とか、まあ、そういう方法でやるということになっていきます。で、まあ、前回とかはイジング模型の例とかを喋ってたんですけど、まあ、イジング模型見栄えがするんですけど、イジング模型知らない人にイジング模型の説明するとなんかそれが重要っていうか、
MCMC そのものじゃないのにそっちに行っちゃうので、もしなんかそういうのが見たい人がいたら、イジングモテゲってちょっと知ってる人がもしいたら、イジングデモとかイジングモンテカロで検索するとピコピコ動くのが大変、綺麗です。まあ、イジング模型はもう主に物理で磁性体とかそういうののモデルなんで、要するにみんなの社会学みたいに言えば協調現象と、私たちは隣の人の意見に従うって言ったら、みんながそういう傾向があったら世の中はどうなるかと、まあ、それが磁性体とかの中で実際に物理で起こってるわけで、それで磁石ができるんですけど、そのあたりのモデルですね。物理統計では、すごい使えるわけじゃないんでかもしれないけども、空間統計とかあと画像処理とかそういうところで出てきます。オートロジスティックモデルっていうのが近いです。でちょっと残念ですがやりません。実は、カットする理由は他にありまして、Java をアップデートしたら動かなくなったのでまた作ったらやるかもしれない。でまあ、イジングモデルはどうでもいいんですけども、じゃあ、まあこれからいよいよなんでこんなんでうまくいくかという話をしますが、あと30分しかないよ、ゆっくりやりすぎたか。はい、なんか質問とかは。ん、また黒い。なことはないでしょう、見えてるよ。はい、なんかこれ中に寄ってきてるよね、おかしい。まあいいや、なんか失敗すると消えたりするので多くは望まないと。さて、なぜこんなんでうまくいくかという話まではしないとやったことにならないね。ある時正しい分布からサンプリングできたとしようと、 PHXN まで。どうしてできたんだって聞かないで、ある時できたとするんだよ。そうすると I 番目を除いた同時分布もからの正し、X1X2 ポツポツポツから XI っていうサンプルを、除いたやつもは、I 番目を除いた同時分布に従うサンプルになっている。それは当たり前だね。全体の同時分布が正しいんだから、1個除いたやつは1つ除いたこの分布に従ってるわけね。ほんで次の値をこの条件付き確率に従って取るわけだ。でそれ X1' としたんだけど、その確率はどうなってるかっていうと、これにさっきのやつにこれの条件付き確率でかけたので、同時確率 X1、 ここら辺はさっきと同じ値が入ってて、 X1' っていう値が入ったやつの確、そういう値の確率に相当するものはちょうどこういうこれになってるよね。ということは、何が言えたかというと、ある時に正しかったら次にも正しいということね。でそれは要するにこの掛け算の式を使っただけ。でじゃあ与えられた分布から与えられた分布ができると、与えられた分布に X1XN が従うとしたら、次1個取り直したやつもやっぱりそれだけ見たら与えられた分布に従っていると、相関はあるんだよ。だけど、その一瞬だけをそれぞれ見せられた、両方見せられたらこいつら、1個を除いては同じだし、1個の値も結構相関しの変えたところだって相関があるんだよというふうになっちゃうんだけど、ここだけを見せられた場合とここだけを見せられた場合では、どっちもこっちが正しければこっちも正しいサンプルに正しい比率で出るわけ。1個の値見て正しいかって言っても分かんないけど、たくさん作って こっちでたくさんいっぱい独立に走らせたとした時に、ある瞬間正しかったら次の瞬間も正しいということもう、そのサンプルの分布は正しくなるわけ。ただし任意の分布から正しい分布に行くってことはまだ証明できてないわけね。で簡単な負荷条件があれば丸です。で今日は時間がないので証明はしませんが、そのどういう時価条件があれば丸かって証明はちょっとお急ぎでします。でそういうわけなので、その性質を使ってこのマルコフチェーンってやつをサンプルするんですが、今マルコフ連鎖って言葉まだ出してないんだけども、こういうふうにギブスサンプリングをやってってサンプルを取ると、もし、ここら辺ではまだ正しくないんだけど、今の位置調が正しければしばらくやってれば正しい分布になるわけね。でサンプルを取るんで、そこで、もししばらくしてここは
ここの分布もこれを見なければ ここは正しい分布で、ここも正しい分布なんだけど、じゃあ相関はどうなるのって言うんだけど、実はこういうふうに考えればやけ、今ここでサンプル取ったよね、そしたらもうここでスタートしたと考えていいわけじゃん。シミュレーションのやり方としては、ここら辺でやったシミュレーションとここでやったシミュレーションって独立な作業をしてるわけだから、ここからスタートしたと思えばいいわけね。そうするとしばらく経つと忘れて元の分布になるって主張してるわけね。ということはもうここでどのサンプルを取ったかには独立になるわけ、ここの分布は。で今度はここでサンプル取ってしばらくはこれのに、似てるとこにいるんだけど、やがて独立になると。もしだからこういうとこから始まってその絵を描いてるわけね。ここから始まったらだんだんここに行くんだけど、今、ここにあったっていうのをこう見ちゃったら、ここの1点から始まる条件付きだと思ってもまたこう広がっていくわけ。そうすると、各段階でのサンプルは時間を十分取れば独立だということが、任意の分布から正しい分布に行くということが証明できれば分かるわけ。ただし忘れる時間は分かんないよね。そもそも任意の分布から正しい分布に行く時間も分かんないよね。実はそれは MCMC の最大の欠点で、やってみるまでは分かんないんだよね。いろいろ数学的にエスティメーションができるとかいう人も中にはいるんですが、大体はそういうのは特殊な例だったり、すごく過大評価した値だったりするので、基本やってみないと分かんないんだよね。そこが結構辛いところです。でじゃあ離れた初期状態からって、離れた初期状態だと加工まで来るのに結構時間がかかったりするのでけども、やっぱりあるとこまでは行くと。そうすると今度は、記憶を失う、さっきと同じことになると、こことしばらくすると独立になると。で、ここは記憶を失うまでの時間はやっぱり離れたと、すごい離れたところだとやっぱり時間伸びちゃうんで、じゃあ最初のところは捨てとこうと。これをなんかそのバーンインという、ことがあるんですが、この時間を決めるのをどうするかというのもいつも聞かれる問題で、なかなか難しいわけです。はい、ちょっとなんか遅れ気味なんです。ちょっと延長しようかと思いますが、念のために30分延長しておきます。皆さんはあんまり嬉しくないかもしれないけど、それ以上延長すると私は帰れなくなります。延長30分、はい、延長30分を行いました。止まれないです。いや、止まれるかもしれないけど、私はもう止まれたくないです。なので11時になったら絶対に終えて帰ります。 OK。 はい、じゃあなんか今までのとこで感想とか質問とかありますか。確かにって書いてあるけど、なんかよくわかんない。正しい分布がわかるとみなすですよねって、みなどういう意味でしょうか。正しい分布がわかってるとこからスタートするんだよね。あ、そうそう、その一歩、正しい分布がわかる、正しい分布からスタートすると正しい分布に行くってことが一応わかったわけだ。峰が複数あると原理的には OK ですが、実際的には全然ダメです。それが数学と世間の違いというものです。つまり宇宙が始まって以来ずっとシミュレーションしてても、動かなくても数学的には収束定理は証明できてにとは矛盾しないよね。というので、そういうことはすぐ起きちゃうんです。今統計とかでやってる例は比較的たちがいい、ことによると MCMC とかやらなくてもラプラス近似っていうのか、ガオシアンで近似するような問題でも解けちゃうようなケースが結構多いと思うので、そういう場合は無難ですけど、物理なんかでものすごい、ノンガウシアンというか、山が無数あるにあるような問題に取り組んでる人たちはたくさんいて、そうすると地獄のようになります。統計でも変化点、裾が長い格子みたいな分布、そういうものが入ってくると、あるいはクラスタリング、ミクスチャー、有限混合分布とかですね、そういう要素が入ってくると結構しんどくなるんですよ。はい、
じゃあ、マルコ・フレンさんって、マルコ・フレンさんって言ってるけど、全然何のことだか分かんないと、まあ、数学的な定義はともかく、どういうものだか説明しておきますと、要するに直前の状態のみ、次の状態の出現確率が依存するってことだよね。そういう、方法で、なんかこう数字というか、状態の列をだーって作っていく確率モデルを、マルコ・フレンさと言います。状態の列に確率を与えるというのが確率分布としては正しいんだけど、実際にはこれで作るというのがポイントですよね、この確率で。マルコフ連鎖というのによくある誤解で、例えば一応1次のマルコフ連鎖とか2回のマルコフ連鎖って直前じゃなくて、直前とその直前に依存するなんていうのも作れるんですけど、それは別にあんま意味なくて、2つの時刻 xt と xt-1 からというのを1組だと、ベクトルだと思えば xt-1 から xt、xt-1、xt-2 から xt、xt-1 を作ると思えばいいんだから、結局本質的にはあんまり変わらないですね。まあ、MCMC の場合は文字通り普通の1回というか直前に依存するのを使うのが普通です。それからあとマルコフ連鎖っていうんで、なんか人にあだ名つけてる人とか、私複数そういう人を見たことがあって、すぐ物忘れする人をマルコフ連鎖って言ってるんですよ。それ完全な間違いだから気をつけてくださいね。難しく言うと独立性と条件付き独立性ということによるんだけども、例えば、前の状態とほとんど変わらない状態を返すマルコフ連鎖みたいなのだってある、にしか移動しないやつだってあるよね。すぐ隣にしか動かないと。だけど次の状態は前の状態だけによると。そうしたら記憶なんて全然失わないよね。少しずつしか動かないんだ。もっと極端に言えば、一つ前の状態は完全コピーするマルコフ連鎖って、確率1で一つ前と同じっていうね。ずっと最初から同じとこにいると。MCMC とかには絶対使えないよね。何の役にも立たないけど、マルコフ連鎖だよね。でも過去の記憶は完全に保ってるけど、それは条件付きには、直前の状態で条件をつけたら、その前とは独立っていうことなので、難しく言えば条件付き独立性を言ってるんだよね、マルコフ性っていうのは。なので、すぐ忘れるっていうこととは関係ないです。それは MCMC をやってる人にとってはすごい大事で、なかなか忘れてくれないんで困るわけよ。だけどマルコフ連鎖だったらすぐ忘れてくれるんだったら、こんな幸せなことはないけども、そんなことはない。ほら、勘違いしてた人いるでしょ。なんかすごいいっぱい、なんか難しい統計の雑誌に、投稿してるって、ツイッターだから分かんないけど、自称してる先生だか、ポスドク若手の人だか分からないけれど、その人が〇〇氏のことをマルコフとあだ名してるって書いてあって、私すごい衝撃を受けましたね。それはダメだよね。そんなことではいけないです。はい。記憶は失わないんですよ。誰か私も知らないです。ハンドルしかないんで。別にそれ以外では立派な人みたいでした。じゃあ、ちょっとこれは数式で、こんな数式書く必要は別にないんだけど、よく出てくるんでやっときますと、例えば PTX というのは時刻 T の状態の分布だとして、π って記号はあんまり使わないそうで怒られましたけど、まあ、遷移確率 x のにいる時の x' 次の状態の条件付き確率を π と書くと、数式で言えばこんな感じになります。 x について全部足し合わせたやつが次の t-1 の確率を与えるわけですね。そうしますと、一般的には P の TX というのと P の T プラス1というのは違うところに行くんですが、定常分布 P と X というのが定常分布だとすると、PTX が PX と置くと、次も定常な T プラス 1X も PX に等しいわくなるというときに PX を定常分布だとします。定常分布は数学的には複数あってもいいんだけど、複数ないように作らないと MCMC はうまく動きません。で、問題はこの辺、数式としては本に出てて、みんなうーんとか言って、あ、分かりました、足せばいいんですねみたいに言うんですが、実は分かってないということがよく分かります。まず一個一個の MCMC の欄を走らせたら分布はしないよね。各時点では1点に行くわけだから、分布が収束するとか分布が動くって時は、しっかりと覚悟をして何が起こってるかというのをイメージしなくては、数式だけの理解になってしまいます。
きちんとフィーリングで捉える一つの方法は、まず、PC をたくさん用意します。今の場合は初期条件1個から始めたっていうのが基本なんですけど、理論的には初期条件もサイコロで選ぶっていうふうなことをよくやるので、その場合は PC をセットするときに初期条件を、ランダムに選んで、ある分布から、入れることになります。そうしますと、それが時刻 T の時の PT、P の 0T っていうのがその初期分布ですね。それで、一斉にその各 PC の中で独立にお互いに連絡をせずに、MCMC のマルコフチェーン、例えばギブスサンプリングだったらギブスサンプリングをやります。でステップ1ステップ2ステップ3として TP の、P の2 T イコール PTX の T が2の場合というのは、その時の、T イコール2の時の各 PC の中にある状態を集めてきて、分布を考えたやつなんだよね。でこの場合もちろんマシンごとに違う疑似乱数だったら違う乱数のシードを使って並列に走らすわけで、だからこういう分布のこの式があったら頭の中にはたくさんの PC が独立に走ってるというのを考えてくださいというふうに説明するとまた誤解しちゃう人がいて、あのパラレルテンパリングですかとか逐次モンテカローですかとかなんか言うんですけど、そういうのは本当にたくさんドアに実際にアルゴリズムとして走らすやつだよね。で今言ってるのは1本だけ、1個だけの CPU で1個の MCMC をやっていると、普通の MCMC をやっているという時も、分布の収束とか議論する時には背後の頭の中にはこれを考えてくださいよっていうことを言いたい。そうじゃないと、理屈全然いらないから走ればいいっていう人はいいんだけど、そういう人は多分これ聞いてないかもしれないから、下手に本を読んでこの式で書いて勘違いしちゃう人がいます。例えば収束っていうのをなんかこれを見てるうちにやっぱりどっかの状態に行ってくっつくことが収束なんじゃないかと思っちゃうんだけど、そんなことはないですね。この絵を見ていただくと分かるように、一個一個の点はこれはたくさんの点からの始まったマルコフチェーンをがこれ状態ね、この中でこうどう移動するかという次にどう移動するかっていうのを書いてあるんだけど、ここの点はここ、ここの点はここって移動しても全体の形が変わらないというのが定常分布。定常分布に沿ってこう、この密度に沿ってこの点々を打っておくと、一つ一つの点は動くんだけど、全体の例えばこの点はここに行く、この点はここに行くって今適当に書いてるんだけど変わるんだけども、このパターンはあの、まあ、有限この点で表現してちょっと変わってるけど、わざと変えてあるんですけど大体変わらないと。これが定常分布、あるいは普遍分布、ほとんどちょっと使い分ける人もいるけどほぼ同じ意味です。定常分布、均衡分布というのも人もいて、それぞれ少しずつ違う意味に使うんだけど、まあ皆さんほぼ同じだと思っていいと思います。ここでは定常分布って言ってますけど、それで、それがこの式の意味です。あの行く川の流れは絶えずして、しかもなんとかかんとかって忘れちゃったよ言うけれど、あの要するに、こう一つ一つは変わっても変わらないと。なんかそんなこと言ってあの動的平衡とか書いてあの本を書いて受けた生物学者の人がいるんですけど、元の水にあらずね、なるほど、言ってましたけど、でも何でも別に生物じゃなくても動的平衡だよね、化学反応で生物で使う干渉液だって動的平衡だよね。まあ、それと同じようで、そういう、絶えず一つずつのものは動いてるけど全体の分布は変わらないと。科学だったらそれ全部の分子並列なので目に見えますけど、我々は普通の MCMC を並列でなく走らしている時は1個のパスしか見えないんで、心の目でたくさん動いている様子を感じてください。それがまあこの絵の意味です。それでマルコフ連鎖の収束定理というのはこのまさにこの意味で、与えられた分布が与えられた分布に行くというのがまず与えられた分布を定常分布に持つという意味で、収束定理っていうのは任意の分布から正しい分布に行くというわけですね。こういうふうに入れた時に、例えば全部に同じ値を入れるとそこにこうそそり立ってる分布になると、あるいは元の分布とは全然違う分布で従って乱数を発生させて初期状態を入れると、最初のうちは全然違いますよね。ところがしばらく行って、例えば100ステップ目あるいは1万ステップ目になると、これがある分布に行くと、定常分布に沿ってサンプルがサンプルされると。
じゃあ次5ステップいったらどうなるかっていうと、やっぱり定常分布に従ってるわけですね。それぞれの PC の中の状態変わってるわけだけど、でも全体としては、これは変わらない。それが定常分布にいってるという意味です。じゃあ100ステップ目と105ステップ目は相関がないかというとそうではなくて、105ステップ目に特定の位置の PC でこの中からサンプルを取り出してチェックしたら、それとはそこの条件付きで見たら、100ステップ目にここの PC に特定の状態があるとして、それを今度全部に入れ直して、105ステップ経ったらやっぱりそれに似た状態のところに行くんですけど、今度はそれから、また100ステップぐらい行くと、また、その状態には関係なくある普遍分布、定常分布に、これが定常分布だと、まあ、そんなような感じなので、いつもこれをイメージして考えていただくといいと思います。で、さっきの条件ですが、これは状態の空間を、まあ、二次元の上にこう象徴的に書いたんで、本当は別に二次元空間じゃなくて、なんか心の中の空間なんですけど、いろんな、状態をこうやってか、マルコフチェーンの、要するに例えば100変数あったら100個の変数が値が決まると、この点が決まるっていうイメージなので、高次元の空間の中を動いている様子を、考えてほしいんですけど、その時に、こう行けるところなんか何回か動かすと、さっき上行ったり下に行ったり、上行ったり横に行くという2つの操作を考えたんですけど、それの継続で行けるところをこうやって結んでいくという時に、複数に分かれちゃうとダメですよね。なぜかというと、ある状態、例えば正規分布だったら上の方の端のところにいる状態から下の方には行けないとしたら、上の方からスタートさせたら下には行かないんですから、下の上の方だけで回ってますと、下の方からスタートしたら、下の方だけ回ってて同じ分布には行かないので、定常分布はなんか2つ以上あるということになっちゃいますよね。なのでなんかつながってなきゃダメなんです、どんな状態でも。例えば今、縦にピュッて動いた、横にピュッて動いた、縦にピュッて動いたっていうのを繰り返したんですけれども、横に動くだけじゃ縦が変わらないから1回ではいけないですよね。で今のだったら2回でいろんなところに行けるんですけど、もっと複雑にたくさんの変数があったりすると1回の操作では、行けないところはたくさんあるんだけども、何回も操作してるうちに行ければいいわけね。こうそういうふうになると、で、こっからこっちにも行けて、こっからこっち、どの状態からも矢印行けたら元にも戻れるよね。でこういうのを規約性と言います。これはちょっとイジングモデルをやってないからダメだな。ちょっと飛ばす。はい。より正確に言うと、ある回数 n があって、n 回でどこでも行けると。で、あるとこに行ける n が常にあるってのとは微妙に違うんだよね。どう微妙に違うかっていうと、例えば、こう、状態っていうのが、子供の遊びで、道路に丸がこう書いてあるのがあって、その上をピョンピョンピョンとかこう飛んでケンケンとかしてますよね。その時に、1回のには必ず隣に移るとします。同じ場所にとどまることは許されないんで、左右確率2分の1で行くとします。そしたら偶数の状態、奇数の状態、赤から始めて奇数番目には必ず白にいるし、偶数番目には必ず赤にいるよね。だこういうのはちょっと困るんだよね。だそういうのがないってことを比喩規制、ピリオディックでないというんですが、まあこれはちょっとマニアックな条件。まあそういうのがあれば有限状態の場合には、収束の証明というか、あくまでさっきの分布の意味での収束の証明。どんな初期分布から始めても、どんな一つの状態から始めても、いろんな乱数でやったやつを全部考えると、いつも同じ。たくさんの PC の中で、それを入れて別の乱数列でシミュレーションすると、いつかは、ある分、いつも決まった分布に行くと。ただしその速さは分かんないんだけど、っていうのが、証明することができます。まあ、証明の方としてはカップリング法、縮小写像の方法、ペロン・フロビニウスの定理とかいろいろあって、カップリング法による証明っていうのを、私の簡単化したやつを、
もし希望があれば次紹介するし、私の本にも書いてあります。まあ、ペロン結局これはマルコ・フレンサーを行列に直すってことができるので、ペロン行列の定理なんだけど、行列の定理としてはすごい難しいので、直接確率でやった方が簡単なんで。で、連続状態の場合の証明っていうのは経済の人とか大好きなので、数学は大好きなのでみんな勉強してるんですが、私はちゃんと勉強したことはあんましないです。物理の人で勉強してる人はいないような気がします。すごい面倒くさいです。で、あまりこれをがっちりやってアルゴリズムが分かるようになるとは思えないんですが、やりたい人はまあやってもいいんですけれど、消えた。まあその話は私もあまりちゃんと完璧に理解してるわけではないので今回はしません。そしたらなんだって言われたんですが、まあそういうは、まあ、ちょっと価値観の問題というか、実際に連続形で失敗することありますけど、連続な理由がそれはちょっとその定理とかとあんま関係ないような気がします。それで、マルコフレンサを、あとだからもうそろそろ予定の時間ですが、もうちょっと先までやってしまいますね。それで、ちょっと疲れたので、1,2 分休みますが、何か聞きたいこととかあるでしょうか。せっかくインタラクティブにやってるので、最初の方が面白いって言った人はちょっと ぶち切っちゃったかしら。どうでしょう。はい、最初の方で何か面白いって言ってた人はもうちょっともういないか。なことないか。逆に簡単すぎるって人もいるけど、どうでしょうか。松山空港で第3日曜にポンジュース蛇口があります。マジっすか。ちょっと行きたい気もしないではないですよね。お席離れたら何やら面白そうなって、そう言われてもちょっとそれは対応ができないです。田崎さんのページランクって、田崎さんページランクの話してるんか知らんけど、どの田崎さんだか知らないけれど、これだから物理学者、まあそんなもんですね。パソコンをたくさん並べてる図でステップが同じサンプルって、そこで切れてるんで読めないよ。いかんな、なんかすごい切れまくってるわこれは。いかん。スライドスライド、ステップが同じ3で終わってるよ。何でも MCMC はアホとありますが、それも切れてるな。カーソル合わせると見えるの？あ、合わせると見えるわ。使うべき状況はどんな例がありますか。 MCMC 以外の手法、それは言い出すとキリがないよな。まず最適化してさ、ラプラス近似するってのは基本だけど、変数の数が多いと辛いよね。でも等数研なんか昔なんかは MCMC でも尾形先生とかすごい先駆的な種村先生とか研究があるんだけど、多くの人で等数研のベーズ、1980年代に、PRML に書いてあるような、いや久保本に書いてあるようなのに近い、まあ時系列がメインだけども、そういうのガンガンやってる人たちは、ほとんどラプラス近似でやってた。それからあとシーケンシャルモンテカルロもあるし、変数の数が少なければ、例えば時系列みたいなのあったらフィルタリングとかありますよね。基本的には隠れマルコフのアルゴリズムと同じだけど、グラフィカルモデルみたいな形になってて、ツリー状になってればやっぱり同じようなサムプロダクトとかビタビとか、なんかそういうグラフそういう、隠れマルコフ一般化したアルゴリズムとかも使えるよね。それから何があったっけ、すぐ言われるとあれなんだけども、まあそれはいろいろあります。はい、変分法はその中の特殊な一つだと思うな。まあ、変分法っていうのは多分ベーズの変分法のこと言ってると思うんだけどね。今の流行りとかは知りません。今の流行りを追求するのはやめましょう。
なんかハミルトニアン・モンテカローがまた復活というか、昔からあるんだけども、流行ってるといえば流行って、スタンっていうのが出たからだよね。でもあのやり方はただのハミルトニアン・モンテカローじゃなくて、ちょっと特殊なんだけど、いいんでしょうか。あとこのあとちらっと出てくるけど、詳細釣りは満たさない MCMC っていうのも流行りですけど、いいのかどうかは謎ですね。はい。手計算でできるのは一般化線形モデルのランダム効果がないところだっていうけどさ、時系列とかどうするのかね、もっといろいろあるよね。まあその類ではそのあたりかもしれないけどね。はい。まあちょっと今度はまた時間がなくなってしまうといけませんので、やります。周期性があるために失敗する、それはまた微妙だけどもね。周期2の振動が出るときは結構あるけど、でもそれは周期性がなくても起こるか。まあちょっと周期性がある例は結構病的だと思いますけどね。はい。じゃあ行きます。じゃあマルコフ連鎖はギブスサンプラー、マルコフ連鎖っていうのはさっき定義を早く言ってくれとか言ったけど、要するに1つ前の状態だけで次の状態が決まると。でも1つ前の状態ってのはまたその1つ前に依存してるから、記憶を失うとは限らないよね。だけどシミュレーションをするときは1つ前の状態だけ見ればいいよっていうのがマルコフ連鎖ですね。だけどそうするとギブスサンプリングに限らずに、ギブスサンプリングの場合与えられた分布を定常分布にするっていうことはすぐ証明できたんだけど、それ以外にいっぱいあると。それで L ゴート性を満たすやつだったら、できると、MCMC ができるんで、 MCMC は無数にあるわけです。で、まあ、でも一般的にそれを定義から作るのは大変なので、多くの場合は伝統的には詳細釣り合い、ディティールドバランスというのを満たす範囲で調べます。まあ、このあたりが、メトロポリス法とか理解するにはポイントなんですね。で、詳細釣り合いとか、まあ、可逆性ということもあるんですけど、マルコフチェーンのリバージビリティっていうんですけど、これは、各ペアについて釣り合ってるということ。どういうことかというと、確率というのをさっきの式で分かるように、なんか流れていくものだと考えると。ただしその流れていくのは水だと思ったら、水の分子に当たるものが PC の中に、一つ一つの PC、 たくさんの PC の一つ一つの中でシミュレートされている、100次元のシステムかなんかなんで、謎の流体なんですけど、でもやっぱり式としては流れていくように見える。特にこの式なんか、X っていうのから X' にこれが流れ出す量で、 PX っていうのが X っていう場所にあるもので、流れ出してぐるぐる回った結果、あちこちに流れた結果がこれだというふうに思えばいいわけですね。そうすると、そういう意味でそういう流れだと思った時に、各ペアについて入るのと出るのが釣り合ってるのと、っていうのが詳細釣り合いの条件、あるいは可逆性だと。で、具体的に式で言えばこのように書けます。だけど実際にはこれが満たされるための、これは十分条件なんだよね。で、この式で X について和を取ってみましょうと。そうすると、X について和を取ると、こっちの式で X について和を取ると、これは X' ですから、ここで X について和を取ったのと同じだよね。この部分は外に出ちゃうね。で、 π っていうのはこれ確率です。 X について確率ですね。ですから X についてこれ足したら1ですよね。そうするとここだけ残るからこれになりますね。これが成り立てばこれはいけると。でもこれが成り立ってもこれはいけない。それはなぜかというと、こうやってぐるぐる回ってたりしても詳細釣り合いを満たさないけど定常分布にはなるからだよね。だからこういうのを否定してしまうと、こうペアについて考えればいいか、すごい簡単になるというのは、一つの割と制限することで設計しやすくなるというやり方なんだよね。これはまあ伝統的な MCMC の作り方です。で、ギブスサンプラーも実はこれを満た、ちょっと一見してすぐ分かんないかもしれないけど、これを満たしております。みんなで友達同士で金を貸し合ってるとすると、その時に複雑回帰な精算法をして、正しく、辻褄を合わせるというのが、まあこういう話で。だけども、借りた人にちゃんと返せっていうのはこれですよね。ちょっと違うか。で、まあ最近はだから詳細釣り合いなしでもいいかもって言い出した人がいて、まあ諏訪さんで、諏訪モンテカロで検索すると出ますけど、まあ若いですけど、
学位取得後3年か4年ぐらいの人ですけれども、彼とかはまあやっておりますが、やっておられますが、本当にすげえ早くなる例はあるんですけど、どんぐらいいいのかはよくわからない。あと連続変数ではやっぱなかなか難しいんではないかと思うので、私は微妙だと思うんですが、ドゥーセット先生とかはなんか結構褒めておられました。まあこの辺新しい話題です。で、今日は伝統的に詳細ツリーを満たすやつをどうやって作るかというので、まあ一番有名なのがメトロポリス法です。メトロポリス法は要するに与えられた文法を定常分布にするようなマルコフ連鎖を作る別の考え方、ギブスサンプラーとは違う考え方ですね。乱数でこの場合2ステージになって、ギブスサンプラーは条件付き確率で取るので1ステージでしたよね。いや、ここは2ステージで乱数で候補というのを選びます。キャンディデートっていうんですね、英語で。もう一個独立な乱数を発生させて、ある基準が満たされたら候補を採用するという2段階システムがメトロポリス法です。これが MCMC としては最初に作られたメトロポリスの論文で、候補を選ぶっていうのは実は分子をちょっと動かすと、液体のシミュレーション1個の分子を選んでちょっと動かすと、それが1つの確率変数の値をちょっと変えるっていうのが当たるんですね。で、もう1個独立な乱数を決めて、ある規則でそれを採用するっていうのを、ね、やると、流体の水の分子とかピコ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 って動いて、ギブス分布からのサンプリングになるよ、サンプルができるよ、で液体の性質が分かっちゃう、どうだすげえだろうっていうのが、まあ、当時軍事機密だったかどうか分かんないけども、まあ半分兵器みたいなものであった電子計算機を作ってやったのがメトロポリスたちの仕事ですね。それが1953年だったわけですが、初めは完全な物理アナロジーだったわけですね。で、まあ、それはともかく、物理アナロジーはどう皆さんには関係なくて、別のマルコフチェーンの作り方だなと思えばいいわけです。で、メトロポリス法というのは、まあ、この QX というのが候補を作るものなんですが、 X から X' を作るという確率と、 X' という値を取っているときにある変数が X を取るという確率、これが等しいと、まあ、連続形では確率密度スモール q ですけど、これが同じになるように作るのがメトロポリス法です。で、候補 x ニューというのを提案分布 xx ニューに従って、q の xx ニューに従う重みで生成する、確率で生成する、これが1ステップ目ですね。で、候補を作ったら一応乱数を発生させて px 分の px ニュー、この p というのが今ある、確率の値です。それの比によると、比になっているというのはポイントで、比になっていることによって正規化定数が落ちているということに注目してください。実はさっきのギブスサンプリングでも条件付き確率になるときに全体の正規化定数が落ちてたんですね。それはすごい重要なことで、全体のガウス分布と違って全体の正規分布化定数なんて全然わかんない分布を相手にしてるんで、それが必要なアルゴリズムはほとんど動かないんですが、今比を作ることでちゃんと消えてるというんですが、で、これの確率で X で R を発生して、 R がこれより小さかったら X ニューで置き換える、差もなければ何もしないと。で、ここのステップ何をやってるんだというと、もし乱数なんか何も引かなくていつも X ニューで動くと、これが大きくなるときに動くとすると山に登っていくんですね。物理ですとエネルギーっていうのは確率の対数にマイナスついてますから、谷に降りていく、エネルギーでは谷に降りていくんですが、確率分布で言ったら山に登っていくと。山登り法って言うんですね。乱数でちょっと変えて、よかったら取ると、悪くなったらやめますと。ところがこれは、PX と PX ニューがだから1より大きければ、乱数、一応乱数の値は1までですから、必ずいい方には行くんです。山には必ず登りなさいと。ところがたまに悪い方に行けと。どういう比率かっていうと、例えば PX ニューの方が PX よりも半分の値だったということが分かっても、確率2分の1で、そしたら、それでも行けと、悪くても行くんだと。じゃあ PX 分の PX ニューが確率が10分の1だったと、新しいと、そしたら10分の1の確率で行けと。だからたまに戻るんですね。それをサイコロ振って決めましょうと。提案分布で何か提案して上に行くっていうのは要するに最適化なんですが、たまに戻るっていうのがあると、いつまでたっても目的地に行かないですね。ちょっとは戻ってそこの周りでぐにゃ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 動きますね。ところがそれがいいんですね。 MCMC としては必ずしも乱数生成法なので、そうやってたくさんサンプルを作れますと、そういうことをやっているわけです。
で、あの皆さんがすぐ心配になるようにそれをやってしまうと、いや分布に山が胸がたくさんあるとどうなるかというと、見事にひっくりか引っかかってしまって両方行かなきゃいけないのに引っかかるということはいつでも起きるので、そうするとさっき言ったような収束定理は成り立つんだけど1億年かかりますみたいにはなりうる。そういう場合の対策とかは私らは一生懸命研究してるんで、それはいつかまた別の時に話します。ですが単純なエメトロポリスでうまくいく時も結構あるく、一つしか穴がない時や穴がたくさんあっても間が、あんまり、レアでなくて、谷が浅ければたまに、悪い方にも戻るので谷を越えてくれてうまくいくわけです。でこれが詳細釣り合いを満たすことの証明ですが、2つの状態があの間だけで考える、詳細釣り合いって2つしか考えないでいいっていうのが楽なところですね。たとえ状態が100億個あっても2つ、100億個って数えると100億個になっちゃうんですね。無限次元だと細かくメッシュに切ったりすったら無限個あるわけですからね。だけどもあの2つ離散変数でもすぐ100億個とかなりますけども、常に2つのペアで考えている。でまあ、どっちかが大きいかイコールなので、あの Pα と Pガンマで、ガンマの方が大きいかイコールであるとする。そうすると、α からガンマに行く確率というのはどうなるかというと、Pα 分の Pガンマは1より大きくて、さっき言ったように乱数は1までしか行きませんから、比較したら必ず通るので、フリーパスであると。ただし、あの提案しないといけないので、実は Q の α ガンマというのが動く確率になります。じゃあ戻る方はどうかというと、戻る方は今度はリジェクトというんですけど、アクセプト、リジェクト、論文みたいですけど本当にそういう用語を使います。どんだけの確率でリジェクトされるかというと、あのアクセプトされるかというと、 P ガンマ分の Pα が1より小さければ小さいほど、それに比例した確率で、アクセプトされるということになるので、このまさに P ガンマ分の Pα がアクセプトの確率になります。でもこれも最初にガンマから α に行くってしてくれなきゃしょうがないので、その確率をかけます。でかけたやつが、ガンマから α に行く確率。そうしますと詳細釣り合いの式ポコッと書くと、ここの部分がこの確率で、この部分はこの確率なので、この部分がこれですね、この部分がこれなので P ガンマはこのまますると、そうしますとここ約分すると結局これ消えるから、この条件が成り立っていれば上の式も成り立つんですが、今対象と考えたわけなのでこれは成り立っているわけですね。でまあ確率密度の場合もまあ適当に同じようにやれば同じように考えられた。ただし確率密度の場合は、まああの普通やるにはこうやって原点について点対称な密度のにでを使ってこう動かすと、例えば ここから動くのにガウス分布、あるいは一定の円内の一応分布で動くとか、そういうふうにしてステップを切るという感じ、飛ばしたところへ戻りますねということなんですが、まあ、こういう話をしたところ前々回だかなんか前に一昨年にやった時は、なんか怒られまして、こんな話をするなみたいな話で、そんな式は本を読んだ方がいいじゃんとか言って話すなとか言われてしまったんですが、マスターある意味それは正しい意見で、まあ、一応今回も話しましたけども、やっぱりそのあたりはあのバッチリ式を読んだ方がいいですよね、本で。基本的に配信とか何の役に立つかというと、入門前から入門直後の人にとっては全体像とか雰囲気をつかんで面白そうだなとか、 MCMC って統計手法じゃなくてアルゴリズムなんだとか、その辺を理解するのは重要だと思うんですよ。で一応知ってる人は間違えやすい点とか周辺的な知識とかを知るためにやっぱり配信とか役立つと思うんですが、途中やっぱり自分でこう必死にこうぬばぬばぬばっていかなくちゃいけないところがあって、それは式を追いかけてなんかチェックしたり、プログラムを組んで自分の問題に使ってみたりってところはこう自力でいかなくちゃいけないというんで、あの不気味の谷というのがあるんですけど、自力の谷というのがあるという話をして、そしたらなんか甘利先生にそれを言ったら、まあなんかそうだよねみたいな言ってました。はい。というわけで、あのメトロポリ層のデモをやります。もう時間なくなってきたけどやります。はい。あ、そうだ、これを出さないと。あれ出てるな、おかしい、出てるね、出てますよね、おかしいな。じゃあやります。あ、違う、動かってない。 P
今適当にこう手がちょっと軽く痙攣するぐらいの感じでポチポチと押しております。なかなか動かないのですが、これは多分 X と Y を一応分布で取ってんだと思うけど、なんか昔作ったから忘れてるぞ、正規分布かもしれないけど、まあ見た目にはそんな区別つかないですけど、じゃあガーッとやりますね。こんな感じで埋まっていきます。だんだんあの本当らしいところで揺らぐようになりましたね。元にはめったに戻らなくて、だいたいもうさっきと同じ分布なので同じようなサンプルにならなくてはいけないと。こんな感じです。ところが刻みというか1回にどのぐらい動くか、ガウス分布だったら標準偏差、一応分布だったらどんだけ飛ぶの幅まで取るかってことなんですけど、それによって結構違います。あら、 M ガウス1はないのね、名前忘れちゃったじゃん。いやね、あ、2はあったわ。しかし出なくなってるではないか。あれ、なんか出てないね。ちょっと待て、お、出た出た出た、なんか謎のところがあるが、まあいいや。M ガウス2というのは、これは刻みを小さくしてみました。そうするとすごいアクセプトされるんで、さっきは実は押しても、痙攣とか言って押してても動かない時があったんですね。動かない時は要するにリジェクトされてるんで、今度はほとんど全部アクセプトされます。だから自分としてはすごい快適なんですね。いつもアクセプトされてるんですけど、だからといってたくさん行くとは限らない。要するに、志が低いですね。だから、みんなこうなんか受理される率は多いんですけども、前の論文とはあんまり変わってないと。独立性が低い状態なのでなかなか全体行きません。押しっぱなしにしてみます。しっぱなしにしてもなんか近くしか行かないのでなかなか行かないという、こんな感じになります。今止まったのは私が手を離したからで、ずっと動き続けてるんですけども、はい、終わりました。というんで、なんかこの時間内ではなんか全部に行ってないでお尻が切れてしまう。今度は心大胆すぎる人の例で、やる気がありすぎちゃってとどうなのかっていうんですけど、ポンポンポンって打つと、実は今等間隔で押してるんですけど、全然リジェクトが多いのでめったに行きません。ただしこれ行くと大きいです。さっきからずっとリジェクトされております。ビューンと行きます。で、今度は飛ぶと大きいので、その分は大きいんですけど、あんまりにも、リジェクト率が高いのでなかなか動きます。このような統計の人はこういうやり方、純粋のメトロポ症で連続変数の場合はランダムウォーク型と言いますけども、まあ、統計ではあまり使われないんですけど、遅いというので、だいたい伝統的にはリジェクト率が 50% がいいって言うんですけど、特に根拠はないみたいです。論文の場合に当てはまるかどうかは多分当てはまらないでしょう。あら、消えたか。あ、出た出た。はい、出ました。でも終わりました。まあステップ幅によってこのようにいろいろ違うという感じになるので、まあ調整とかは結構難しいと。で、メトロポリス・ヘイスティングス法というのがあるんですが、この場合は Q が XX' というのが等しくない場合です。対象でない場合で、まあ、この場合も同様に R の、リジェクトの基準を変えてやれば、 Q を入れてひっくり返したってここが1にならないんですけど、変えてやれば、同じようにできます。で、特殊な場合としてギブスサンプリングを含むところが、興味深いことにこれは特殊な場合として極限として、ギブスサンプリングを含みます。それはまあ、証明できるんですけれども、実は Q の XHX2 というのから次に
取るときに X1X2 と例えば二変数の場合に一つだけ変えた X1-X2 というふうに取るときにこれの Q という候補を提案する確率を X2 の X1- というふうに取っておくとさっきの計算するとあら不思議1になるので 100% 受理されます。ちょっと時間がないので数式の説明は省略しますがそんなに難しい話ではないと。要するに、メトロポリスエスティングソー非対称の化した、提案分布を非対称にした、メトロポリスソーというのは極限としてランダム奥型のメトロポリスソーとギブスサンプラを含むと。物理ではかなり メトロポリスソー自体をかなり今でも使っています。それは基本だと考えているんですけど統計の方ではかなりギブスサンプラー寄りの、Q というのにすごい選び方に、この条件付け句の近似を使うという一種の棄却法に近いんですけれどもそういう、メトロポリスエスティング素がよく使われてますがそこら辺は結構テクニカルで重要なんですけれども今日はお話ししません。要するにメトロポリス詳細ツリーやメトロポリスエスティング素の範囲だけでかなりいろんなアルゴリズムが作れるということです。でポイントはそれぞれの操作で定常になっているということが言えて全部合わせて規約性が入れれば、定常分布になってかつ、マルコフ連鎖のエルゴート性が使えるので、まあ、よほど病的な場合、まあ、ないことはないかもしれないですけど連続だと、まあ、基本的にはこの2つが成り立てばよいということなので、うん、この、要するにこの3つの操作をまとめたやつで規約になっていて例えばそれで各ものが分布を定常に保てばいいということになるともう自由自在に組み合わせにギブスサンプラー1ギブスサンプラー2メトロポリソーというのサブルチンを用意してなんか大変量の統計分布をみんなで勝手にこれを適当な乱数で選んだり適当な順番で選んでこいつをアップデートしてやるとお互いに相談しなくていいんですね。これは例えばある変数をとかあるブロック変数の塊を変えるとでこれは別の変数をメトロポリス法で変えるとだけどそれぞれは規約になってない特殊なところ変数の塊しか変えられないんだけど全部合わせれば規約になっているとそれでそれぞれどれも一個一個がそれぞれ元の分布を定常性を保つというあれそれはメトロポリス法とかギブスサンプラーを使って設計しているわけですけど普通はそうすればこれ OK な MCMC になるわけだからこういうのでだからウィンバグズみたいなモデルを書くとやってくれるっていうのはこういう性質があるから結構できたというふうにも言えるわけです。でまとめますとまあワンパターンと簡潔さ明快な原理があるところから簡単な使えるアルゴリズムが出てきたんだという、まあそういうことだという。でちょっと、もう少しもう一つまとめますと MCMC というのは高次元多変量からのサンプリング法ただサンプリング法っていうのも調査で本当に実世界からサンプルんじゃなくて数式とかで分布が与えられている時のサンプリング法ですね。その代わり正規仮定数の分からない数式でもいいんですけれども全体が1になっているという比例定数は分からなくてもいいというのがポイントなんですが、まあ、乱数の生成法というのがむしろ正しいんだけれどもすごい高次元で複雑な分布から乱数が取れますよ。いわゆる乱数の生成法って本に出ているのとは全然違うことができるという。で最適化手法ではないと。ただし最適化みたいに一点に行って止まるわけじゃなくていつまでも動くからサンプルがたくさん取れるんですよね。で最適化に使うっていう方は実は MCMC をちょっといじって使うことができるんでそれはシミュレーテッドアニーリングという方があるのでよく誤解されるんですけど本質的にはサンプリングの方法である。それから積分法って、まあ、結果的には積分できるんですけど実は、期待値を計算するのは得意なんですけど積分をバッと出せって言われると例えば周辺誘導とかを出せって言われると実は困るんですよ。そこは一工夫言うので実は高次元積分法というのは最適化っていう人よりも正しいんだけどもちょっと不安なところもあると。でモンテカローっていう意味じゃ普通のモンテカロー最初に言った円の面積を求めるようなモンテカローと比較するとそれらと最適化のなんか中間みたいな感じなんですよね。探索のところは最適化だけど目的は一つの値じゃなくてサンプルあるいは乱数をたくさん出すと、まあ、そんな感じになっています。初めに出したいスライドはたくさんあるんでさそれを全部最初に出すとさずっと初めが続く公演になって私はそれが一番得意なんだけどみんな怒るかなと思って実は初めのこのスライドっていうのはたくさんあるので、もうちょっと見せてもいいんですが私は帰れなくなるから次回の初めに見せるっていうのがいいのかな。
例えばこういうサンプリングと、最適解というのは実はいろんな分野で、比較できるとか、アルゴリズムとして並列表にできるという話とか、例えば物理とかで統計力学とかで MCMC がどうやって発展してきて、使われるようになったとか、そういう話もしようと思えばできるんですが、今日はあんまりイントロばっかりしてても中身に入らないんで、その辺は紹介しました、省略しました。ちょっと意外にかかってしまって、結局2時間かかって、できないところもあったんですけれども、もっと一般的な何か質問とかあったらお願いしたいと、どうぞ。最初の方にいた人もあまりいないのかな、ちょっと心配なんですが、今は速さも保証も計算してやってない。 MCMC の使い方で一つはレアイベントのサンプリングっていうんで、ベーズ統計とかじゃなくて、すごい珍しい事象の、なんか式で確率分布があった時にすごい裾の事象をどうやって出すとか、そういうそこら辺どういうものがあるかを調べるとか、そういうのとか、あるいはもっとリアルな問題で今やれと言われていてできないのは、例えば台風が巨大台風のモデルが式でなんか複雑なアルゴリズムっていうかで書かれてる時に、東京に台風に来る発率を出すのはどうしたらいいかとか、それは難しいんだけど、そういうのとかをちょっとやってます。それからあと応用系では、あんまり私はもともとデータ解析の人じゃないんですけど、なんか疫学の時系列の話とかをちょいちょいやったり、趣味で政党支持率の研究とか少しずつデータ解析のお勉強をしております。それからあとは何やってんだ、本を書こうとしております。あと何か質問ありますか。カルマ渦とかもできるって、普通はできないよ、確率分布で書かれてないじゃんあれ。でもそういう力学系の問題に無理やり使うっていうのは実は興味があって、そういうことも実はしてたりするんですけど、それはメジャーな話ではなくて、私が個人的に興味を持っているかなり特殊な話題です。普通に答えたらカルマ渦とかできるわけねえだろうっていう感じになるんですが、まあそうでもないで、レアイベントサンプリングってさっきの制約付き高次元、マルチカノニカル法とか物理とかである方の応用を考えてるんですけどね。最近は逐次モンテカルロでなんかできないかとかいうのをちょっとやっております。強制渦でなくてもできる。強制渦って知らないんだけどさ、なんかそこら辺になると私の興味に近いんですけど、それは、去年の夏喋ったら、なんかみんななんかこうなんか普通に統計とか勉強したいのにそんな話は嫌だよみたいな感じだったので、こぞってやっております。最近今 AISM というのにそういうののレビューを、レアイベントのレビュー論文がやっとできて載ったので、見たい人はうちのアナルズの雑誌を見てください。FFT と自己相関の関係ってなんだそりゃ、全然わかんねえよ。あるけどさ、そりゃ人間社会が定常ならばつまない社会ですよね。ファッションとか定常分布なんですかねあれは。カルマウズとモンテカロ、むしろ三体問題とモンテカロとかの方がいいんだけどな。はい、脱線込みはまずい、すいません。はい、何かありますか。もう何か終わっちゃいますけども、延長してもいいけど私は帰れなくなるからちょっと今回やめとくんで、何か言いたい人ありますか。じゃあそろそろ終わりということで、どうもありがとうございました。